池地の近江です。今日は千秋さんと一緒にウールについて学んでいきたいと思います。千秋さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はやっぱり素材の話で、皆さんご存知だと思うんですけど、植物性の構成というのは綿を代表して、で動物性はいろいろあるんですけど、やっぱり羊毛、あと化学繊維っていうのがあって、ポリエステルとかナイロンとかありますけど、やっぱり綿は年間というか生地でも使ってますけど、ウールは一部半日でも使いますけど、やっぱり秋冬がメインなので、今日は非常にいろんなアイテムがあるので楽しみにしてます。はい、早速ですけど、ウールの特徴としてはやっぱり保湿が、保温性が高いということですね、はい、それから吸放湿にすごく優れているということと、あと柔らかいので、割とシワになりにくいっていうのがあって、服としても割と扱いやすい素材かなというふうに思ってます。はい、素材、ウールっつっても羊の種類がいろいろあるんで、今回ご説明しますけども、素毛という繊維というか糸が細いもの、この繊維長というですね、それと棒毛というウーレンというんですけども、短いツイードとかに羊の種類で作る製品も変わってくるので、その辺をちょっとね、ご説明したいなと思ってます。早速今シーズンですね、23AW なんですけれども、結構生地はウールの種類がたくさんあるっていうことで、ちょっと簡単に一つずつウールの種類を説明しながら見ていきたいというふうに思います。まずはじめに、もちろん皆さんよくご存知のメリノウールですね。これはもう定番でやってる生地の商品なんですけど、これがメリノウール、私が着てるこのウールのロング T シャツもメリノウールです。ウーステッドってさっき言った素毛のもので、原産国というとオーストラリアとかニュージーランドが多いんですけどね、特にこういう薄手のもので、メンズのスーツにも使ったりするんですけども、フラットで柔らかいっていうのが特徴ですね。でもすごくこれソフトで柔らかくて着やすいので、これおすすめです。これ本当おすすめですね。お安いですし、はい、ではこちらのフラノですね。こちらはパンツで使用しています。これもウーステッドっていうか、先ほどのメリノウールと同じなんですけども、ニットと布幅の違いがあるんですけど、これは生地にした後に起毛してるっていうか、ちょっとソフトにしてるので、それが特徴ですね。今生地って言いましたけど、日本語で書くと生きてるっていうか、生地って書くんですけど、本当にこのウールは生きてるんですよ、生地になる。ですから取り扱い方とすると、さっき保湿とかいろいろあったんですけども、やっぱりスチームで蒸気をかけてあげると、これはまた生き返ってくるんですよね。ですからシワシワになっても蒸気をかけるとパーンとなるのは、この糸がやっぱり生きてるんで、そういう扱いを取り扱いしていただけると、長くきれいに着れると思いますね。じゃあ今シーズンはこのパンツワイドといいですね、あと定番のウエストアジャストのタイプと2種類お作りしてます。あんまり聞いたことないと思うんですけど、これおすすめですね。ハイランドウールです、ハイランドウールというのは、さっきのメリノはどちらかというとオーストラリアとかニュージーランドです。これは英国羊毛、日本語で言うと英国ブリティッシュウールというジャンルになって、産地から言うとスコットランドを中心にした産地なんですけども、これはメリノと違って羊の種類が違って毛が短いんですね。太くて短いですから、代表的なのはツイードのジャケット、あれはブリティッシュウール、英国羊毛なんですね。ただこの特徴は毛が短いんですけども、そのために折った時にフラットにならなくて、ちょっと凹凸があるんですけども、それが中に空気を含むんで保温性が高い、これが特徴ですね。ですからこれもやっぱり蒸気をかけてあげるっていうのがすごい大切なんで、毎日じゃなくても蒸気スチームかけてあげると、ふわっとしてこの空気の部分が膨らんでくるので、冬場には一番最適なものですね。ちなみにあれですか、ハイランドウールっていうのはあんまりシャツに使うことはないですか？シャツに使うのは少ないですね。どちらかっていうと、そのツイードのジャケットとかそういうのを代表されるものなんで、ただやっぱりこれは同じハイランドウールでもやっぱり糸の線が細いんで、肌にそんなチクチクしない。
水道は本当にちょっとチクチクするってイメージなんですね。これはこう触ってもチクチクしないんでシャツに向いてると思いますね。本当にちょっと特殊な、素材だと思います。じゃあ次に行きます。次はまた珍しくフレンチウールです。そうですね、こうフレンチウールっていうのは一般的にあまりないんですよね。まあどちらかというと質の種類がまた違ってて、資材用とか、まあ朝でもこうリネンとかラミとあってジュートっていうのはこう麻袋とかに使うと同じように、ウールでもこう羊の種類の中にどちらかというと毛がちょっと粗いっていうか、ですからまあ資材とかに使われるんですけど、こうざっくりしてる、これがでも特徴ですね。これはちょっと珍しいので、今回のちょっと一押しのウールですね。あんまりこう、マーケットに出てないんで、これはちょっとお試しになっていただけるといいと思います。これもあの防毛なんで、その空気が中に含まれるので、もう秋冬の素材とすると非常におすすめですね。むしろフレンチウールっていうぐらいなんで、原産国とかフランスになるんですか？多分フランスとかスイスに近い方の寒いところだと思いますね。最後に生地の定番のこちらは今年はラムビーバーですね。あのラムビーバーっていうのは羊の中で子羊、生後6ヶ月までぐらいの子羊の毛なんですよ。ですから生まれて最初に生えた毛だけを使ったウールなんですね。その後羊ってあの何回もこうカットされますよね。もうそうなってくると糸がだん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 ちょっとゴワゴワってなってくるんですけど、本当に生まれて最初に産毛みたいなものをだけを集めたのがラムビーバーなんですよ。ですから本当にこうソフトでしない、まあ、カシミヤに近いですね。本当にしなやかで肌触りが良くて、そして思ったよりも軽いっていうのがやっぱり特徴ですね。子羊の毛っていうのはやっぱり貴重ですよね、うん、そうですね、生まれて6ヶ月以内ですよね。そうそう、以内の毛しか使ってないっていう。それも一応10月ぐらいには店頭に並ぶ予定です。あの羊っていうのはあの非常にちょっと面白い動物だかなと思う。あの日本語で美しいという字ありますよね。はいはいはい、はい、漢字で、はい、あれ大きな羊なんですよ。立派な羊が美しいって、これ中国、あの羊はヨーロッパとオーストラリアって、もう一つ中国も原産なんですけど、まあ、どちらかというと中国はあの食べる方だったかもしれないですけど、その立派な羊が美しいっていうのに中国が例えたっていうのはね、ちょっと僕面白いなと思うんですよ。それを日本に来て美しいっていう字に変わってしまったって。ですからあの美しく装うことがこのウールに対しての着方じゃないかなと思いますね。なんかそうなってくると冬の装いも楽しくなってきます。いいですね、もうやっぱり楽しみですね。綿とか違ってウールはいろんなこう変化ができるんで、ただ何遍もお話しているようにやっぱり取り扱いを動物性の繊維なんで生きてるんで、できるだけこう保湿とかスチームかけてあげたりブラッシングしてあげたりするのがよろしいかと思います。千秋さん、今日もありがとうございました。またお願いいたします。ありがとうございます。